のとっても簡単 Mnet 加入ガイド。どこかにいつでも韓流ドラマや K-POP を楽しめるようなところってないのかな。え、 M かちゃん、韓国 100% エンタメチャンネルの Mnet 知らないの？韓国 100% エンタメチャンネルの Mnet？ そんな素敵なところがあるの？どうやったら見ることができるの？まずは Mnet を何で見たいのか選んでね。加入方法は違うけど、Mnet はテレビはもちろんスマホやパソコンでも見られるんだよ。え？スマホでも見られるの？いつでも気軽に楽しめるんだね。じゃあスマホやパソコンで見る場合の加入方法を教えるね。どうやって登録すればいいの？まずスマホの場合は Mnet スマートというアプリをダウンロードしてね。この QR コードからも登録ページに行けるよ。ダウンロードしたらアプリ内で会員登録してね。有料プランに加入してもらえればすぐに見ることができるんだよ。簡単に登録できるんだね。パソコンの場合は Mnet スマートを検索してホームページのトップページから会員登録に進み、必要事項を記入してね。簡単に会員登録は終わるよ。次に有料プラン加入ページから希望のプラン、決済方法を選択し、支払い手続きまで済んだら完了だよ。これで Mnet を見ることができるよ。すごい！簡単に加入できた！これで家でも外出先でも楽しめるね。ちなみに Mnet スマートではスマホやパソコンで Mnet が見られるのはもちろん、Mnet コリアのリアルタイム視聴やバラエティや音楽番組のオンデマンド動画の視聴もできるんだ。さらにプランが2種類あるから自分に合ったプランを選んで Mnet を楽しめるよ。みんなもぜひ加入して一緒に楽しもう。